製粉業界大手のニップンと昭和産業は業務用の小麦粉の値上げを発表しました。政府の売り渡し価格の引き上げに伴うもので、パンや麺類の値上がりにつながる可能性があります。値上げとなるのは12月20日以降に納品される食品メーカーや製麺業者向けの小麦粉で、値上げ幅はパンなどに使うものは25kg あたり315円、うどんや菓子に使うものは日本で340円、昭和産業で345円となります。両社でも政府が民間に売り渡す輸入小麦の価格が 19% 引き上げられたことに伴う対応だとしています。輸入小麦は中国の買い付け拡大や天候不順による不作を背景に価格の上昇が続いていて、業界最大手の日清製粉も14日すでに値上げを発表しています。